これですよ。我が生涯に一片の悔いなし。皆さんこんにちは。ジェイズホビーベースへようこそ。今回はこちら。フィギュアーツインフィニティウォー版のサノスとエンドゲーム版のサノスを比較検証して、今年の年末に発売が予定されているサノスファイナルバトルエディションを買った方がいいのかそうでないのかを考えていきたいと思います。ということで2体を並べてみました。左側こちらインフィニティウォー版のサノスは2018年の6月に発売、右側エンドゲーム版のサノスは2019年の4月に発売されました。インフィニティウォー版のサノスは今年再販されましたよね。そのおかげで値段も定価より今は若干安く買えるタイミングではあります。エンドゲーム版のサノスは未だに値段が上がったままということで、どちらもねこれデッキが本当にいいんですよ。表情だったり稼働なんかももうね抜群なんです。ではパッケージ早速見ていきましょう。インフィニティウォー版からこちら、このようにパッケージ凝ってるんですよね。窓枠があって、このキャラクターのマークが今回はねガントレットです。はい、こんな感じで後ろもこうと、よく下こんな感じですね。はい、エンドゲーム版はねあっさりめです。この標準的なエンドゲームの白窓枠ありまして、アベンジャーズのロゴと横にも窓があって後ろ、はい、これもね最高のアイテムなんですよね。じゃあパッケージから取り出してブリスターの状態で見ていきましょう。ブリスターの状態はこんな感じ。エンドゲーム版のサノスの方が鎧を着込んでいる分なのか背が高く見えますね。交換用のフェイスパーツの数は同じですし、表情も同じだと思います。交換用のハンドパーツガントレット、位置は違いますけど数は同じですね。右手のハンドパーツはインフィニティウォー版が3つあって、エンドゲーム版は2つにとどまっています。はい、エンドゲーム版の方には大きな剣がこちらついておりますが、インフィニティウォー版には武器など付属はありません。じゃあこの後はブリスターから取り出して2体をじっくり比較していきましょう。いやー圧巻ですねこんなの2人いたらやばい基本的に体の構造、特に可動の形なんかは同じだと思われます。見ていきましょう。はい、お顔はどうでしょうか。もう同じ表情ですかね。もうほぼ表情は同じと言っていいじゃないでしょうか。はい、体はまあ鎧を着ていると着ていないっていう違いは大きくありますけども、まあどっちもね劇中の再現度はいいと思います。腕なんかはこんな感じですね。背中はどうでしょうか。はい、左腕、特にこちらガントレットなんですが、造形はこれは全く同じでしたね。同じ造形なんですが、見ていただいて分かる通り色合いが全く違いますね。インフィニティウォー版の方はイエローに近いゴールド、エンドゲーム版の方はブラウンに近いゴールドって感じですかね。どちらかといえばエンドゲーム版の方がリアリティがあるかと思います。腰回りはこんな感じ。足はどうでしょうか。足の裏はこんな感じ。ちなみにこちらのサノス、偽物が出回っているらしくて、見分けるポイントはここですね。はい、スカートの後ろ、マーベルのロゴがしっかり入っているかいないか、ここが大きく違うところです。あとはもうね造形なんかも荒かったりして、
ね、あと関節もガタガタなので、皆さんね、気をつけてください。エンドゲーム版のサノスにもこのように、後ろのスカートの裏にロゴが入ってますので、こちらが本物です。背の高さは、若干エンドゲーム版の方が高いかと思われましたが、そんなこともないみたいですね。どちらも鼻の高さが同じなので、もうほぼ同じと。なんでブリスターの時は足元に下がったんだろう。よーく見るとわかるんですが、肌の色が若干エンドゲーム版の方が濃いです。ね、紫が濃いですね。インフィニティウォー版の方が若干薄めの紫、青紫って感じかな。ではサクッと可動域を見ていきましょう。こちらインフィニティウォー版の方が鎧を着てないので可動域は広いはずです。首はどうでしょうか。襟から逃げればこのように左右ここまで振ることはできます。前後は前後ろ、結構上まで向けますね。胸の下で左右に動きます。腰は若干動きますね。前後はどうでしょうか。前後ろ、肩を真横に上げるとここまで上がります。前後の引き出し可動があって、上腕にロールはありませんが肘はここまで深く曲がります。手首は360度回って可動もあります。足回りは上下に引き出し関節があって、引き出した状態で真横に上げるとここまで、前は横に逃がせばここまで上がります。後ろは行かないですね。膝は90度以上曲がりますね。足首は上下つま先左右に触れて、内側外側にも結構触れます。接地性はいいですね。続いてエンドゲーム版のサノス、ファイナルバトルエディションのサノスはこちらが基本となると思いますので、これと可動域はほぼ似てるんじゃないですかね。はい、首はこのように襟はありませんので左右にここまで触れます。はい、前後は前後ろ、はい、ここの襟の後ろが邪魔して、これはインフィニティウォーの方が動きます。上半身の回転はこれはよく動きますね。腰も左右に大きく振ることができます。前後はどうでしょうか。はい、これもインフィニティウォーよりもよく動くという印象ですね。肩周りは引き出し関節があります。真横に上げるとここまで。やはり鎧が邪魔して90度以上いかないですね。はい、ここ真上に上げようとしてもここが干渉してしまいます。インフィニティウォー版のサノスはこのように腕が真上に上がるので、これですよ。我が生涯に一片の悔いなし。どこかの剣王のポーズが取れますね。戻って前後の引き出しはあります。上腕にロールはなくて肘はここまで曲がります。ちょっと鎧が干渉するかな。手首は360度回って可動もあります。足は引き出すことができて横はこれぐらい、前も逃がせばここまで、90度はいかないかな。後ろは同じぐらいですね。大きなお尻が邪魔してこちらもこれぐらい、膝はここまで曲がりますがどうしても内側に曲がっちゃいます。ここが干渉してこれ以上ね外に広げられないって感じかな。足首は上下つま先これぐらい、左右へはこのように曲がって内側外側、可動はやはりインフィニティウォーに軍配が上がりますね。今度は付属品を見ていきましょう。
まずは顔の交換パーツはどうでしょうか。はい、表情はほぼ同じですね。こちらがヘルメットをかぶる用なので、おでこがつるっとしてます。ここ隠れるんでね、インフィニティウォー版はしっかりとシワまで作られています。ちなみに横から見るとこんな感じです。なので両方持っていれば、このように鎧を着たサノスにヘルメットを脱いだ頭部をつけることができます。ちなみにエンドゲーム版のサノスだけではそれはできません。なぜならこのように後頭部がすでに鎧任せになってるんですね。ファイナルバトルエディションではそのどちらも再現できるようになっているようです。続いて食いしばりの表情、こちらも造形は同じですね。若干こちらの方が歯が薄いかな。続いてガントレットですが、造形は両方とも同じですね。色味が本体のガントレットと同じように違っています。右手のハンドパーツ、手の造形は全く同じですが、エンドゲーム版は鎧のこのコテを付け足しています。もう一つはインフィニティウォー版は完全に開いた手、エンドゲーム版は剣を持つ手に変わってますね。インフィニティウォー版についているもう一つの手がこちら、右手の指パッチンの手なんですね。これ実はとっても嬉しいんですけど惜しいんです。なぜなら劇中サノスはこの右手で指をパッチンしていないんですね。これはね、本当に惜しい。エンドゲーム版のみについているもう一つの付属がこちらの体験です。はい、このように真ん中で離して持たせてくっつける使い方をしますが、はい、造形がこちらも惜しいんです。このようにもろ刃がついている体験なんですが、劇中とはちょっとデザインが違うんですね。この体験を劇中通り再現したものがファイナルバトルエディションにつきます。付属品はこんな感じ。さあ、これまで2体のサノスを見てきました。肩や付属の手首パーツが惜しい状態、もう片方は付属の武器が惜しい状態のこの2体なんですが、僕が一番残念な点が一つあります。それを今からお話ししますが、これから先は映画の内容を多分に含みますので、まだ映画全部見てない方はここから少し飛ばしてください。いいですか？話しますよ。それはここなんですよね。はい、このサノスとアベンジャーズの戦いの中で一番重要なこのインフィニティガントレット、はい、これが残念なんです。なぜならばこのガントレットをしているインフィニティウォーのサノスはいいんですよ。はい、この揃ったインフィニティストーンが揃ったシーンが劇中の最後の方にありますよね。ですがエンドゲームのサノスはこのガントレット、エンドゲームでは特にねこれ自体をしていないんですね。はい、左手もこちらと同じようにアーマーをつけていました。エンドゲームでサノスが取り合っていたのはこちらです。これはねアイアンスパイダーから拝借してきましたけど、このナノガントレット、これをね取り合いしていたのはエンドゲームではあったんですが、こちらのガントレットではないんですね。じゃあこのね鎧を着てこのガントレットしていたシーンがなかったわけではないんです。特にインフィニティウォーの序盤、はい、冒頭のシーンでこの鎧を着てこのガントレットをしてソウとロキと、ね、ハルクと戦ったシーンはありました。ですが残念なところでこのインフィニティストーンは揃ってなかったんです、その時。はい、
これが揃ってしまっているがために、このサノスは劇中では残念ながら登場していないんですね。はい、これが一番残念。これがね、取り外しができたらよかったんです。この鎧もめちゃくちゃかっこいいですし、可動もいいですし、ここがどうしてもこのエンドゲームサノスはこれを取り外しできないのが本当に残念な点なんですね。それに加え、このインフィニティウォーのサノスは先ほども言ったように劇中映画の最後の最後でこれを使用しました。なのでこちらは再現できますが、付属してくれたこの指パッチンはこっちじゃないんですよ。この左手のパッチンなんですね。これがもう惜しい。またこちらもね、このガントレットの取り外しができないばっかりに、インフィニティウォーの最後のシーン以外はちょっとね、僕の中ではっていうサノスなんですね。はい、ネタバレ終わり。どうですかね、惜しいんですよこの2体。本当に出来もいいんで、持ってるね、この重みもあるし、しっかり稼働もしてるんでね、すごい触ってて楽しいし迫力がある2体なんですけども、ここが残念。はい、ということで、この2体のサノスを見比べてみて、年末に発売されるファイナルバトルエディションのサノスも出ると考えると、まずこの2体を持っていなくてファイナルバトルエディションのサノスを買おうか迷っている方は間違いなく買った方がいいと思います。あちらのサノスは頭部のヘルメットの付け替えもあの1体でできるようですし、最も重要な左手もガントレットが付いていない状態のようです。そして付属の武器もしっかり劇中再現がされている。なおかつこのアーマーもですね、劇中通りダメージの入った使い込まれた造形塗装になるようです。そしてジオラマもついて、多分ね、ジオラマついたら僕がレビューしたスターウォーズのパルパティーンのようにね、でっかい箱になると思いますよ。それだけでね、所有感めちゃくちゃありますしね。それがついて、まあ、15,400円かな？その値段は確かに高いっちゃ高いです。でもそれを持っているだけでもうね、フィギュアーツのサノスは終わりにしてもいいと思います。それぐらいパーフェクトだと思います。じゃあですよ、インフィニティウォーのサノスを持っている人はどうしたらいいかといえば、この方も買った方がいいと思います。やっぱりこの鎧を着てないサノスってのはまた別で、あったら絶対いいですからね。残念なのがこちらですね。やっぱりエンドゲームのサノスを買った人、まあ僕はそうなんですけど、残念としか言いようがない。こちらのエンドゲーム版をこれから買おうか検討している方は買わなくていいと思います。スルーしてファイナルバトルエディション版のサノスを買った方がいいと思います。まあ映画を題材にしている商品っていうのはやっぱり公開前に作り始めなきゃいけないっていうのがあるんで、こういうちぐはぐさが出てきてしまうってのは致し方ないんでね。なんでこのように2体すでに揃えてしまってる人は高い出費ですよね。でもやっぱ完全体のサノスを求める人はやっぱり外せないですよね。ボロボロになったガントレットもつきますしね。ということで、僕はですね、結論としては予約しました。はい、もうこれはね、後に高くなることは間違いないんで、パルパティーンの時もそうですからね、本当に後になったら手に入りませんから、皆さんもね、ぜひ予約の受付最後が9月の受注受付最後が9月22日ということで、迷われてる方ね、もしこの動画を見てね、買おうと思ってる方はお早めに注文した方がいいと思います。というわけで、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介しました SH フィギュアーツ、インフィニティウォー、そしてエンドゲームのサノス。いつも動画を見てくれてありがとうございます。この動画が楽しかった、ためになったと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それからコメント何でも結構です。
サノス集めちゃってるよとか、高いけど頑張るよとかね、僕も一緒だからね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。